瓶詰めに使われるガラス容器蜂蜜の瓶詰め瓶詰めとは野菜や果物などの食品を塩水、酢、油、酒等による調味液とともにガラス等を材質とする容器に封入したもの。もしくはそれを詰める行為のこと。基本的に瓶詰めに用いられる容器の形は円柱型で液体を入れる種類の瓶よりも高さが低い。形は四角柱など、 拡中の場合もある。中に液体を入れる瓶とは異なり、食品を封入するため、封入しやすく、そして中身を取り出しやすいように口が大きい。現在見られる瓶詰めでは、密閉する蓋を取り付ける必要から、容器の部分がどんな形をしていても、口の部分は円形である。これは蓋をネジによって固定したり、あるいはコルクなど、円柱の蓋をねじ込む際にも便利が良いためである。 工述するように保存性を高める上で低温殺菌など腐敗を防止することも行われるがその方法が取られる以前により塩蔵や陶蔵、酢の利用など雑菌の繁殖と腐敗を抑えるための方法が経験的に取り入れられておりその類型は様々に存在している食品を密閉容器に保存することは古くから行われており酸に強いガラス容器の使用も16世紀の ヨーロッパでは知られていた。19世紀、ナポレオンの軍用食保存技術の公募に応じたアペールによって瓶詰めを湯煎して食品を長期保存する方法が発明された。この方法は金属容器を使う缶詰のルーツでもある。瓶詰めが使われるようになった当初はコルク栓であり、その上からローを垂らして密封していた。後にネジ式の蓋が開発され、 瓶詰めの蓋の主流となっている。ただし、現在でもコルクセンを使った瓶詰めはある。こういった保存食の発生は、食料を安定的かつ安全に供給するためのものである。しかし、液体に固体を漬け込むことで起こる状態変化は様々に利用され、単に保存性を高めるだけではなく、元の素材にはない風味を生み出すためにも使われている。軍用、携帯用としては、 瓶詰めは重くて割れやすいので缶詰めにとって変わられた。しかし家庭用としては再度蓋ができ中身が見えること、空いた瓶を転用できることなどから現在も広く用いられている。ありがとうございます。